んにちは、キッシャンです。今日は僕なりの元ブログの撮影方法を紹介したいと思います。まずバッファローのクリップマイクですが、付属のクリップをヘルメット内側からしっかりと固定をしておきます。そして内側からコードを這わせてきて、胸ポケットに入っているオリンパスの IC レコーダーに差し込んで音を録音しています。続いてカメラですが、側面にも三脚穴が開いている GCX-Z2 を取り付けています。ヘルメット側はフレキシブルマウントについている両面テープでしっかりと固定されています。そしてそのマウントにストラップを取り付けて、その先をヘルメットの顎紐に通して落下防止策をとっています。内ポケットに入れてあるモバイルバッテリーを使って給電録画をするために USB ジャックにケーブルフックを取り付けて、ケーブルに負担がかからないようにしています。あとマウントの横にも取り付けてケーブルを這わして、カメラ本体に差し込む USB ジャックの方にも付いています。あとお湯丸を加工して作ったカバーですが、 USB ジャックが干渉しないようにしっかりとスペースを作っています。このカバーのおかげで SD カードやバッテリーが飛んでいく心配もなく、蓋が動いて傷んだりする心配もないと思います。防水機能はありませんが、ホコリなどの侵入をかなり防げると思います。あと携帯のイヤホンマイクなどについているケーブル固定クリップを使うことによって、ケーブルが邪魔にならず、洋服やいろいろなところに固定できるようにしています。今日は自分なりの元ブログの撮影方法を紹介しました。参考になればと思います。